に周り取りやすい。どんだけ。弱いね。あ、トイレこちらです。風呂入ってます。わかりました。すいません。わかりました。はい。ありがとうございました。あ、ねえねえ健太くん、うん、年上と年下どっちがいい？いや別に上も下も関係ないですけどね。へえ、うん、じゃあチャンスあるかもね、リサコ。いやいややめてよじゃあまたね。はい、またお待ちしてます。どうもありがとうございました。あー、ゆかりさんいらっしゃいませ、どうぞどうぞ。ゆかりじゃん。ねえ、また振られて焼き酒してたんでしょ？じゃあ私そんな弱くねえから。確かに振られ慣れてますもんね。あー、きってぇ。てかマジで失礼だから。今のは言い過ぎ、うん、こう見えて昇進中なんだからさ。ね、何飲む？うん、あーでもその前にちょっと腹減ってんだ。そう、何でもいい、うん、お任せで。オッケーっす。田口さん、ゆかりさんでお任せ一つお願いします。うん、いい女ですよ。アリナ、それ全然気持ちこもってないんだけど。そうかな。ごめんね、いつも不愛想で。無性にカレーとか食べたかったからちょうどよかった。たかしさんってエスパー聞いてみたら。たかしさん、ちょっと来て。なんでタンドリーチキンにしたの？顔が少しむくんでたから二日酔いだろうなって。バレてる。やっぱり焼き酒してんじゃん。二日酔いだとタンドリーチキンなの？ターメリックに含まれるクルクミンが血行の促進に効果があって、二日酔いみたいな血行不良の時は。へえ。たかしさんってどっかでお料理の修行とかしてたの？いや。じゃあ世界各国を食べ歩きとか？いや。たかさん自身はほとんど食べたことないんだって。えマジで？でもレシピだけは正確に頭に入ってるのよね。ああ。じゃあこれのレシピ言ってみて。鶏もも肉に下味としてプレーンヨーグルト、すりおろしたニンニクと生姜、クミン、コリアンダー、ターメリック、レッドペッパー、ガラムマサラ、ブラックペッパー、卵黄、酢、食塩。鶏もも肉は一口大に切り、味が染み込みやすいようにあらかじめフォークで刺しておく。すっげえ。でしょ。タカさん、ありがとう。戻っていいよ。ミキちゃん、飲みすぎちゃったかな。長谷川さん、大丈夫ですか？あら、健太くん。あ、はい。ミキちゃん、
悪いな。タカさん、外までお願い。さあ、ゆっくりで。じゃあ、リナちゃんまた来るね。お金つけといて。ありがとうございます。ごちそうさま。どうもありがとうございました。お気をつけて。いやー、またですね、長谷川さん、うん、仕事なんなんだろう。いつも高そうなスーツパリッと決めてるし。ダメでしょ、お客様を詮索しちゃう。でしたね。それにしても高志さん、いつもいいタイミングで出てきますよね。エスパーだから。まさかでもね、不思議なんだけど、ん、店でなんかちょっと困ったなってことがあると、決まってさっきみたいにタカさんが出てきてくれて収まっちゃうの。揉め事とか。揉め事未満。未満。そう、タカさんのおかげでこのヒドラでは喧嘩とかいざこざで警察呼ぶなんてことは全然なし。へえ。喧嘩強いんすかね。でもそんなとこ見たことないし。いや、ただの無口なおっさんだと思ってたんすけどねおっさんだなんてねえ、どう思う？え、あ、高橋さん、すいません、あの、ジョークですからね。怒ってます？いや、怒ってるじゃないですか。高橋さん、顔が怖いよ。そうっすよ、いや、ジョークなんすから、笑ってくださいよ。こうか。タカさん、無理しなくていいから。タカシさんってオフは何してんすかね。何してんだろう。プライベートあんまり生息しないから。今さら聞くのもなんですけど、二人はどういう関係なんですか。お父さんの知り合い。もう3年くらいになるかな。その違うんですか。何が。ぶっちゃけやってないんですか。あるわけないでしょ。すいません、でも普通疑いません。考えたこともないよ。私にとってお兄ちゃんでもあり、お父さんみたいな存在だし。お父さん似てるんだよね。なんかうまく言えないけど、空気感。なんでそんなこと聞くの。あ、いや、とにかく高橋さんがいてくれてよかったですね。そうね。
はい、どうぞ。ありがとう。いただきます。うまいなやっぱりリーナちゃんが作ってくれるお酒は美味しいな。本当ですか。うん、よかったです。リナさんって可愛いっすよね。彼氏とかいないのかな。腹減りませんか。うん、夜まだ食ってないんすよね。いやいや、なんすかなんすかなんすか。腹減ってんだろ。ありがとうございます。この5月で丸3年ですね。それまでは何やってたの。美大生。今は休学中。学費貯めてるんです。苦学生か。それじゃあもうちょっと協力しないとな。ありがとうございます。でもそうでもないんです。実はお父さんが財産を残してくれていて、この店もそうなんです。え、いつ頃亡くなったの。ああ、死んでないんですけど、3年前から行方不明で、いなくなる前に生前贈与されちゃっていて。そっか。じゃあ私も教えてもらえますか。うん、ギブアンドテイクで。何を知りたいの。お客さんのことは詮索しない主義なんだけど、何されてる人なのかなとか。 OK、 じゃあ今日は僕の秘密も一つ教え。あー、ごめん、行かなくちゃだ。続きは今度来た時に。ぜひ、お待ちしてます。楽しみにしとく。お釣りは取っといて。ごちそうさま。ありがとうございます。どうした。あ、沢田が。あ、そっか。俺も何回か連絡したんだが、とりあえず沢田が捕まるまでは移送作戦ペンディングだ。いいな。くっそ、あいつ今まで何やってんだよ。おい沢田、お前今まで何やってんだよ。何回も電話したんだぞ。おい沢田、聞こえてんのか。もしもし、おい沢田、もしもし、沢田、俺だよ。もしもし、沢田、お前どうしたんだよ。くそ。ねえ、今日も閉めよっか。え、早くないっすか。だって今日休日だし、食べもお客さん来ないよ。うん、それもそうっすね。あの最近近くにいいビストロできましたよね。もしよかったらこれからどうっすか。うん、
いいね。え、マジっすか。うん、だってこういう日でもない限り飲みになんていけないもんね。いや、たかしさんも一緒に行かれますか。たかさんも来なよ、みんなで飲みに行こう。楽しみですね。二人で先行ってて。え、これ終わったらすぐ行くから。じゃあ行きましょうか。すみません、もう。あ、あ、今日もう終わり。あ、いえ、でももう食べ物は。あ、つまみはいいんだ、帰る前に一杯だけどうぞ。ありがとう。じゃあどうしようかな。あ、今日もいつものジェームソンロックで。はい。りなちゃんもどう？ありがとうございます。無理して付き合ってもらってます。いや、たかしさんこういう場苦手なのかなって勝手に思ったりしちゃってたんですけど、もし気が乗らなかったら俺りなさんに伝えときますけど。いいんじゃないか、たまには。あれ、俺携帯ヒドラに忘れました。たかしさん、リナさんに連絡して俺の携帯ないか聞いてもらえますか。あ、たかしさん携帯持ってませんでしたね。ちょ、すぐ戻ってくるんで先行って入っててもらえますか。すいません、ちょっと。実はこれからスタッフたちと飲みに行こうと思ってたんです。いいの？行かなくて。いいんです、女がいると話しにくいこともあるし、まあ、あの二人には親睦深めてもらいたいし。いただきます。大丈夫？リナちゃん。携帯忘れ。
なさん、みなさん、何なんだよ。助けてください。あんたは消毒されるべき人間だ。でも俺はやらない。一体どうしたら。あの娘には二度と近づくな。誰のことですか。リナには二度と近づくな。
大丈夫か？うん。タカさん、ありがとね。たかしさん、変な客のオーダーなんですけど、フレンチトーストに練乳たっぷりかけてくれって。お願いします。久しぶりだな。元気そうじゃないか。昨日店にマサが来た。仕事を終えた時にお前の広告で。また誰か乗馬したのか。昨夜お前がやってくれた長谷川という男だ。俺は殺してないぞ。俺たちであの男、長谷川を消毒するはずだった。奴は警視庁の警視正だ。だが実態は、押収したシャブを横流し、飲み屋で見つけた女を薬漬けにしてデートクラブに送り込み、さらに過剰摂取で死んだ女を行方不明者として隠蔽。こんな大スキャンダル、とてもじゃないが警察も表沙汰にはできない。おいら方も相当ピリついてる。俺たちの出番さ。俺たちで奴を張ってたんだが、お前が現れたんで驚いた。でも俺は殺してない。そいつは陽介。
陽介も孤児で俺たちと同じ施設で訓練を受けた。お前の後釜だ。悪くない。先日も押収した車庫を流していた四課の刑事を陽介にやってもらった。なあ高志、俺たちみたいな人間がいられる。俺はもう東京生活機構とは関わり合いたくない。確かに俺たちは人殺しだ。だが消毒しなければならない奴は必ずいる。お前がこうして様子テレビと気取ってる間にも誰かがクソ野郎の餌食になってるんだ。彼がいるだろ。陽介だけじゃ手が足りない。殺人事件を毎日のようにワイドショーが垂れ流してくれるおかげで影響されるバカが増えたしな。そのせいでうちに降りてくる予算は年々縮小。でもな、本当に消さなければならないのは警察が表沙汰にできない奴なんだ。そんなことは分かった。でも約束したんだ、巡査と。純さんとのことは俺もショックだった。しかしいつまでも立ち止まってるわけにはいかないだろう。お前に何が分かる。あの店が今のお前の居場所ってわけか。あそこは純さんの店だ。今のオーナーは娘さんの。そういえば店の名前の意味知ってるか。ヒドラ、ギリシャ神話の怪物だ。八つの首は何度切っても生えてくる。不死身だ。俺たちが戦ってきたものに似てると思わないか。約束通り中止にしましたよ。警視庁の一掃作戦。中心の警視と警部がいなくなればしばらく四課も動けませんよ。ただちょっと困ったことになりましてね。あの四課の刑事たち、実は相当のワルで、狙ってたのはうちだけじゃなかったんです。東京生活機構、ご存知ありませんか。はい。目の上のタンコブ、あいや靴の裏のガムみたいなものなんで、私たちで処理いたします。お前匂うぞ、着替えてこい。返事ぐらいしたらどうなんだ。何ですか。間引くぞ。一個ですか。作戦がある。いらないですよ、そんな。まあ聞け。今度は保険が必要になる。保険？まず1個目を間引け。そしたら向こうが動く。
ただし物にも人にも動くものにはラインがある。それを読むことができれば先手を取ることができる。今回はバックアップに回る。高志、お前ならやれるはずだ。そんなに器用な。高志、ちゃんと覚えたのか。高妻陽一、32歳。元警視庁公安部、外事第2課警部補。現在貿易会社を経営。公安在職時は、主に中国マフィアの監視、取締りを担当。覚醒剤、武器などの密輸摘発での功績を挙げ、29歳で警部補に昇
間引き屋聞いたことあるか。いや。ふざけたネーミングだろ。依頼さえあれば誰でも消す、金さえ払えばヤクザでも一般市民でも誰でも殺す。今朝陽介がやられた。先日の長谷川と同じやつだろ。陽介ほどの男が簡単にやられた。かなり手ごわい。俺はやらないからな。皆さん珍しいですね。いつもどんなに遅くても10分前には来てるのに。作戦だからな。え？今から5時間以内待ってるからな、高橋さん。時間以内待ってるからな、高橋さん。これ警察に行った方が。そういう相手じゃない。いや俺も行きます。死ぬぞ。いや俺も昔やんちゃしてたんで、高橋さんがただ者じゃないのはなんとなく分かってました。でもリナさんのためなら死んでもいいです。俺本気でリナさんのこと、本気でリナのことを思うんだったらついてくるな。
保険って役に立つんだな。さあな、俺たちはもともと裏の人間だろ。知ってたか、裏の裏は表だってこと。貴様は俺たちや純さんをはめた。ああ懐かしい名前だ。いいやつだった。でもあいつ気づいちまったんだよ、俺のサイドビジネスに。お前も信念だけでよくそこまでやれんな。自分たちへの対価が不当だと思ったことはないのか。尊敬するよ。言ったろ、俺はもう生きてはいないって。大丈夫ですか？
がとうございます。どうぞ。さて、なんか健太君、雰囲気変わった？ちょっと落ち着いたっていうかさ。そうそう、私もそう思ってた。うん、なんで？実は俺、たかしさんみたいな大人目指してるんです。はぁ、この間は無口なだけのおっさんとか言ってたのに。確かに無口なおっさんっすけど、でもなんか芯があるっていうか、かっこいいじゃないですか。なんかあったの？あ、いや、別に。ねえ、たかしさん、健太くんがたかしさんみたいな大人目指してんだって。それ言います？本人にめっちゃ気まずいっすよ。そんなだから振られるんすよ。 おっと、それマジで芯ねえから。たかさんは芯があってかっこいいって。皆さんまで勘弁してくださいよ。超恥ずいっすよ。今たかしさん笑ってました？うん、笑ってた。あんな顔できるんですね。初めて見ました。私も初めて見たかも。